旧駅舎構内。奥が若松方面、生津田駅は福岡県飯塚市生津田にある九州旅客鉄道地区方本線の駅である。駅番号は JC16。かつては当駅から三菱工業、生津田炭鉱への引き込み線があった。単式ホーム二面二線を有する地上駅。以前は国鉄式の二面三線を有したが二番線は撤去された。 現在の2番乗り場は当時の3番線である。駅舎とホームは古戦橋で連絡している。簡易型の自動券売機が設置されている。守護課の利用が可能であるが、カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。2019年度の1日平均乗車人員は361人である。飯塚市北部の生津田地区の一角にある。駅前を恩賀川が、 地区方本線に並行して流れており、川向こうには国道2 0号が通っている。駅裏には市役所出張所や小学校、郵便局があり、住宅も多く立ち並ぶ。なお現在は駅前に西鉄バスのバス停はない。西鉄バスのバス停は約700メートル離れた恩賀川の川向こうの国道2 0号上の生津が渡るバス停、約600メートル南西の セソンジバス停、約500メートル南東のナマズダ小学校バス停が比較的近い。また、飯塚市、コミュニティバス開いた飯塚線は約400メートル離れた川職ナマズダ店前バス停に発着する。ありがとうございます。